つまり、それって妖精を殺してキラル分子を作ってるってことですか？嘘、そんなの聞いてない。ああ、ミリーナはまだそこまで習っていないはずだよ。それにおそらく強制に関わる記憶はゲフィオンが切り離したはずだ。カーリア、ネバンを切り離した時にね。鏡師は強制を切り離す時に強制に関する記憶も一緒に切り離します。そうしないと何度も強制を生み出しては殺すことに耐えられませんから。ゲフィオン様はそれ以外にもいくつかの記憶を私に預けていってしまいましたが。何度も生み出して殺す、それがセールンド王国のエネルギーシステムです。キラル分子を生み出す魔境機器はいくつか存在していましたが、強制を使ったシステムには勝てなかった。強制はキラル分子を大量に生み出す力がある。それを殺して取り出したキラル分子は魔境機器が生み出す量の何百倍もあります。これでセールンド王国はエネルギー問題から解放されました。そんな、それじゃあ俺たち強制はただの道具じゃないか。ゴーキス、それは違うわ。ゴーキスは道具なんかじゃない。イクスがどれだけあなたを大切に思っているかあなたにもわかるはずよ。うん、カーリャもよ。道具だなんて思わないで。あなたは私の大切な親友よ。あなたに何度救われたかわからないわ。ミリーナ様、カーリャ、あなたを殺させはしない。あなたは私の大切な親友で私の心の守り手なんだもの。あなたを殺すことは私が死ぬことだわ。ミリーナ様、やっぱり小さいミリーナ様も同じようなことを言うんですね。少し羨ましいです。コーキスとカーレには辛い話をしてしまいました。すみません。でも司教生の問題はとても重要です。司教生は強制の墓場から生まれます。強制の墓場もまたカレードスコープによる世界の消滅で滅びたはずです。ということは死の砂嵐の中に司教生の残滓も含まれている。そして死の砂嵐は今活性化している。デミトリアス陛下は、いや、デミトリアスはコーマを呼び出していた。きっと何らかの形で死の砂嵐にアクセスする方法を見つけたんだ。司教生の残滓というのはそこから漏れ出ているんじゃないだろうか。そして司教生は自らの生成システムに近い大樹カーラーンを住処にしている。住処にしているだけならまだいいが、そこで自己増殖している可能性もある。それがさらに世界に悪影響を及ぼしているのかもしれない。実際司教生はセールンド王国でも駆除対象だった。ひどい話だけれどね。なあフィル様、フィル様はビクエで偉かったんだろ。もしかして強制を殺してキラル分子を作るように命令してた側なんじゃないのか。だったら俺がここにいるわけねえだろ。こいつはバカでドジで救いようのないクズだが強制の敵じゃない。カレイドスコープの研究は強制システムを止めるためでもあったんだ。ま、兵器としてってところはフォローしきれないけどな。そうだわ、カレイドスコープは対象物のアニマを抜き出しカレイドスコープの中で反射を繰り返すことで消滅させる兵器。その際にキラル分子が生み出される。そもそもはイクスのご両親が残した魔境とキラル分子の生成器がヒントになったのよ。これは伝聞だけれど、イクスのご両親も強制システムを嫌っていて、なんとかそれに代わるものを生み出そうと研究していたそうだよ。司教生のことはもっと調べる必要がありますね。皆さんは浮遊島とかいうアジトに戻ってください。私はもう少し司教生について。今の荒々しい腹の虫はでっかいパイセンか。
食いしん坊なところ全然変わってな。黙りなさい。後輩のくせに生意気ですよ、マー君。人間はお腹が空くんです。別に私が特別食いしん坊なわけじゃありませんから。なんだ、そういうとこやっぱカーリャパイセンのパイセンなんだな。何ですか、そのパイセンのパイセンってのは。だってパイセンより先に生まれてるんだから、パイセンのパイセンじゃ。それはそうですね。じゃあ先輩、カーリャのとっておきの飴玉を分けてあげますよ。先輩後輩のよしみで。それは無下にするのも悪いですから、いただいておきましょう。ありがとうございます。別にそこまでお腹は空いていませんが、好意はありがたくいただかなくては。それだけじゃ足りないでしょ。司教生のことを調べるのだとしても、一旦食事をとってからの方がいいわ。そうだな、ネバンパイセン食堂に案内する。ちっこいパイセンの飴はデザートにとっときな。コーキスも何か食べた方がいいわ。あなただって疲れているでしょ。そうですよ、ミリーナ様にはカーリャもついてますし。はい、わかりました、ミリーナ様。おいフィル、お前は。僕はいいよ。そのまだイクスにいろいろと伝えなきゃいけないことがあるから、ちょっと図書室で頭を整理しておく。イクスにこれ以上嘘はつきたくないから。嘘？うん。この話は込み入っているから、また今度きちんと話すよ。今は体を休めることを優先してくれ。安心しろって、俺がちゃんと話をさせるさ。隠し事はさせねえよ。マークも案外信用なりませんけれど。痛いとこつくなパイセン。ねえネバン、食事の後でまたお話ししましょう。いろいろ聞かせてほしいわ、ゲフィオンのこととか。いえ、食事をいただいた後はすぐに出発します。やはり司教生のことは気になるので。そう、残念だわ。でも調査が終わり次第すぐに小さいミリーネ様のもとにはせ参じます。その時にはどうかよろしくお願いします。司教生か。なあマスター、本当に大丈夫なんだよな。俺マスターのこと信頼してていいんだよな。マスターはゲフィオン様みたいに俺を切り捨てないよな。